はい、こんにちは、質問コーナーです。レシピの適量が分かりません、どうすれば良いですか？ね、適量っていうのはね、適当ですからね、難しいですよね、適当。まあ僕は総じて、いい加減な料理人です。いい加減ね、塩梅ですよね、塩梅、いい塩梅ね。その塩梅というのはですね、やっぱり経験がないとこれはもうどうしようもないんです、どうしようもないです。そんな 適量って言ってもね、どのぐらいが適量、それはやっぱりいろんなその経験を積めばね、まあやっぱり自分の好きな味とか、やっぱりお酒を飲む人ね、僕は酒飲みですから、ちょっとやっぱ味が濃かったりね、塩がちょっと効いた方が好みだし、お酒を飲まない人はね、逆にあまりお塩とかなんか使わないし、まあそれはもう自分の体質好みなんですね。適量というのは大体ね、少なめです。ちゃんと量が多かったりとか、しっかりするとき必ずグラムを書きますので、適量というときはほんの少しっていうふうに理解してください。でよく僕はね、YouTube でも塩は3回で決めてください。で最初はまず下味をつける、で中間で調整で、最後で味を決める。ですからこうなんかすごく神経質にちょこ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 味を見ながら、適量っていう場合は多くないですから、ほとんど少ないと思ってください。でそれで最後に自分でこう塩加減とか胡椒加減とかね、適量のお酢であったりとか、それをちょっと足りないとか、最後に調整してちょっと足すとか、塩とか胡椒ですから、適量って書いてるのは大体もう本当に少々っていう意味なので、そこはご自分でね、こう調整しながら少なく入れて、まあこう3回ぐらいちょこ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 入れて、で最後味を見て、塩加減とか、胡椒とかね、まあお酢でもそうですけど、ちょっと最後足して決めていくということが、まあ、その適量というのに一番対応していることだと思いますので、適量っていうのは本当少なめっていうことなんで、まあその少なめったってね、どのぐらい少なめかってでもね、分かりづらいので、まあ大体仕上がる3回ぐらいちょこ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 って最後味を見て、足りなければ足せばいいし、というのが、適量に対応することだと思います。大体皆さんね、例えばナマコだとかね、生ガキとかね、甘エビとか見て、あちょっと塩振ろうかなって思わないでしょ。あれはね、本質的で本能的にね、大体我々の体内にの血液の中に塩分濃度が 0.8 から 0.9% 含んでるんですね。でその時に、その体内塩分と一致した時に、あ脳に伝わって、あうまいね、いい塩加減だなっていうのに感じるんです。ですから大体甘エビでも生ガキでもナマコでも大体塩分濃度が 0.7 から 0.9 ぐらいあるんです。ですから我々本能的に、塩をしなくてもそのまんま食べても、ああ牡蠣ね、ああいい、ああいいうまいな、生牡蠣もねそのまま食べると、ああうまいなっていうふうに思うんです。まあただね、それもね、なかなか何度もやっぱりこう食べてね、経験を積むということが一番大切かな。それとやっぱり自分のそのまあまあ僕らよくね、しょっぱい口なのか甘い口なのか、カレーなんかもね、甘口カレー口すごい辛いのとかってあるじゃないですか。ですけど、まあ、僕はですね、プロとしてあまり極度に刺激的な、まあこう味覚を痛めるので、あまりその刺激的な強いものは食べるのをいつも避けてます。まあね、そういうデリケートなもので、ぜひまあそういうその適量に関してはね、量が少なくていいんですよという理解がいいんだと思います。